おはようございます。ちょっと昔の話なんですけども、10代の頃なんですけども、男の子なんでね、喧嘩の一つぐらいすると思うんですけども、喧嘩慣れしてるやつって最初の立ち回りが結構上手なんですよ。そこでもうね、勝敗あったみたいな感じになって、まあいわゆるね、拳を交えずにそこで下向いちゃうやつと、何かあったらうちのとこ来いやみたいな感じで、まあいわゆる戦わずして勝つやついるんですよね。やっぱ場数が、まあ、そこそこのものを言うかなと、逆に場数が少ないやつっていうのはまあやっちゃうんですよね。だから場数を踏んで圧倒的な差がつくと、もうワンと吠えただけでキャンと泣かせるみたいなことができてね、まあ一つ筋が通るのかなっていうところもあります。まあビジネスとかやってると、まあハッタリっていうのがね、聞かせるやつがいるんですよ。まあ例えばね、昨日あったことなんですけども、私のところにね、すごく、まあ、質問というかね、ある話があって、 SNS でなんかすぐ稼げますよみたいなメッセージが来たんですと。で、なんか俺はすごく稼いでますみたいなメッセージが来て、そういうのが来たらしいんですよ。で、私のところにね、こんなんで引っかかるやついるんですかねとか、バカ言うなってから返信してやりましたみたいな感じで勝ったつもりでいるんですよね。私はそれを聞いて、バカはどっちだという話をしたんですよ。これはもうね、私の速稼塾にお付き合いのある方だったら、どなたも、私のやり方ご存知だと思いますけども、そういうふうなね、いきなり友達承認したらダイレクトメッセージで成立かけてくるやつってのは、集客に困ってるわけだから、そいつをバカにするんじゃなくてね、いい集客ツールがありますよっていうふうに教えてあげて成立につなげないと、なんで向こうからね、やってきてるチャンスをお前がいい気になりたいがためにそうやって排除するんだって話なんですよ。だから本当にね、場数がないとこういう風なことで、いわゆるね、勝ち馬に乗ったつもりになって一番負けるってことがあるわけなんですよ。で、また昨日ね、バイナリーオプションのツールを紹介しようとかって、そういう風なね、オファーが私に来たんですけども、FX でこれほど勝ってるのにバイナリーのツールを進めてくるってどういうことやと。仮に私がバイナリーのツールを売り出したら、私の今までの FX の実績は全部嘘だったのかと思われちゃうと。そういうことも分からずに私にバイナリーのツールを売りましょうって進めてくるわけなんですよ。だからこれも稼げてない人がそういうことなんですよね。もう要するにバイナリーとか FX のツールって勝ててない人が使うわけですよ。自力で勝てない人が、自力で勝てない人が作って、自力で勝てない人が売って、自力で勝てない人が使うんですよね。どこに勝つ要素があるんだって話じゃないですか。で、私の場合はきちんと学んで、きちんと検証して、きちんとリスクヘッジして、長い間5年という月日をかけてね、今の FX の力になりましたから、もうね、自分の力以外必要ないわけなんですよ。で、特に投資っていうのは一人でできるからいいのに、みんなでやろうというわけですよね。いやー、もうごめんこもりたいですね。会社員と一緒になってしまいますよ。チームでやらないとできないものっていうのはもう完全に今の時代遅れで、まあ嘘が入りやすいし、まあ、インチキなんですよね。まあ、ということで、今日も、ね、朝からね、怒りの放送になりましたけどね、吉野さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは今日も大和くんと電車見に行ってきます。まあ、バカ踏まないとダメですね。バイ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 ありがとうね。